山陽道の小谷、パーキングサービスエリア、どっちか知らん。お好み焼き食べていきます。のどいたい、できます。呪いて、ちょっと喋ろうか。おそらく初めて食べる気がする、お好み焼き、広島焼き、なんていうんですか、広島風お好み焼きって書いてあるんだ、うん、僕はね、大阪の人間なんで、広島のお好み焼きっていうのね、おそらく食べたことないぞ。モダン焼きみたいな感じかな、これ。そば入っとるからね。うん。とりあえず食べてみます。ちなみに、飲み物は CC レモンにしました。CC レモン。ビタミン C。いっぱい含まれとるから、レモン43個分やから、風も治るやろ。最初から CC レモン飲んどったらよかったよな。広島風お好み焼き、どんな味すんのやろ。まあ、お好み焼きやからね。そばやな、これそばが、なんやろ、これモダン焼きいうやつやけどな、これ大阪でいうとこの、非常に野菜を感じることができますね。お好み焼きとの違いっていうかね、大阪のお好み焼きやったら、野菜も一緒にね、かき混ぜて、一緒に焼いてしまう。この広島の場合は、野菜が残っとるね。キャベツが残っとるね。美味しいですよ。非常に美味しい。そばと一緒に食べてるいう感じやな。まあ実際その通りやねんけど。お好み焼きと似てるけど、またなんか違う食べ物みたいな。こんな感じやな。慣れ親しんだね、お好み焼き、大阪のお好み焼きにね、すっかり慣れてしまってるんでね、またなんか違った食べ物って感じがしますね。まあ美味しいのは美味しいですね。大体何食うてもうまいですよ。
私の場合。よほどのもんが出ん限りね、うん、美味しいです、うん、野菜がね、野菜を食べてるっていう感じやから、うん、まあ体にはいいのかなみたいなね、ヘルシーさがあるというそんな感じかな。どっちかと言うたらね、ご飯には合わない。ご飯に合うのはやっぱり大阪のお好み焼きやな。うん、そんな感じがする。大阪やったらね、お好み定食っていうのがあるけど、これは、まあ、広島にもあるんですかね、お好み定食みたいなのが。うん。うん。ね。なんかピーピー言うとか。見た目はね、広島のお好み焼きは、生地が薄いんですね、うん、これが最大の特徴ですね、うん、生地が薄いわ。で、そばとね、もやしとキャベツとネギと野菜がふんだんに入っておる、うん、ヘルシーなねヘルシーですね、ヘルシーな食べ物ですね、うん。今日はね、もう調子悪いから高速で帰る。今日土曜日なんですけどね、うん、ほんま余裕あるんですけど、ほんまはね、下走ってゆっくり下走って帰ってねってとこなんですけどね、うん、まあ荷物も重いですからね、相変わらず重いです。12トン500、重たい、重いしね、もう高速乗って吹田まで乗ろうみたいな、調子も悪いし、会社は何も言いません、うん、そんなね、お金引かれるような会社もあるらしいですけどね、なんか聞いた話では、うん、お金は引かれないですね。なんかいろんな情報がねあると思うんですけどね、うん、お金引かれるとかね、高速乗ったら引かれるとか、そういうのはないです、私のとこは、うん、まあその分ね、余裕があるときは下を走ったりとかしてね、もう今日は余裕ないから、もうずっとね、昨日一昨日ぐらいからね調子悪かったんやけどね、どん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 悪なっていきまして、うん、大丈夫とか言われてもね、ああ大丈夫ですみたいな軽い感じでね、大丈夫ですみたいなね、どんどんひどなっていきましてね、全然大丈夫じゃないというね、ということでね、美味しかった、広島焼き美味しかった、うん、でもね、僕やっぱりね、
大阪のお好み焼きに馴染みがあるんでね。気になる方はお試しあれ。小谷サービスエリア広島焼き750円。750円言うたけど780円やった。はい、まあたっぷりありますよ。これ一面たっぷりあります。非常に満足します。喉も、ね、もう喉も痛いし、この辺にね、しておきたいと思います。さよなら。朝まで寝てもた。飯食って。